こんにちは、カズおじいです。私の後ろは長芋畑になっています。つい先日ですね、長芋の種芋を植え終わりました。種芋の植え付けの動画配信してますんで、ご覧いただければと思います。あと種芋を植える前の準備、作業ですね。その辺の動画もいくつか上げてますんで、よろしければそれをご覧になっていただければと思います。で、実はですね、今日の話題なんですが、今年初めてイノシシによる長芋被害が発生しております。で、そのためにですね、長芋の種芋を植えた後の、イノシシ対策というのは、私もいくつか、試しにやっているものがあるんです。それについてですね、今日はご紹介したいと思っております。ここの地域は、雪国です。東北地方です。ですので、熊はね、もう昔からよく出てるので、慣れてるんですけども、イノシシは本当今年初めてです。ここの畑に来たのは初めて。被害が発生したのが春からなんで、私も春の、掘り上げる種芋、あるいは長芋が、イノシシによってですね、食べ尽くされてしまったというね、被害もあります。まあ、その辺の種芋の被害についての動画も配信してますんでね、よろしければご覧になっていただければと思います。で、今、ここにですね、4畝あるんですね。この4畝の畑を実は囲んでいるこの囲いがあります。まあこれをですね、まあつけたりですね、あるいは匂い、それから光、音というような撃退グッズをですね、購入して設置してます。それについてちょっとご紹介していきたいと思います。はい、ここ防護柵ですね。私なりに設置しているんですけども。で、一つですね、ここにあるんですが、これ、まあ、音と光を出す装置なんですけども、太陽光発電によって充電されるので、まあ、このままずっと置いとけばね、作動するんですけども、今ちょっと切ってるんで音が出ませんけどもね。と、これをちょっとつけてみましょうか。こういう音がするわけです。で、夜になると、光がね、光るんです、これね。まあ、そういうグッズです。音と光、ね、これが、センサーで感知すると音が鳴ります。こういう装置ね、あと2、3種類購入してます。いろんな種類があるんですよね。これをネット通販で購入しています。それからですね、匂いで防ぐという、今ここに吊るしてますけども、これ、イノシシが嫌う匂いのものをね、このネットにくるんで吊るしてるんですけどもね。これはですね、今使っているのは、海にいるヒトデ、ヒトデを乾燥させたものです。これは売ってます。匂いの人手の力っていうね、商品なんですけども、それを今、こうやって、ぶら下げています。それからですね、こちらに、ペットボトルに、一つ入れてるんですよ。このペットボトルの中に入れて、ちょっと水を入れてね、匂いを出してるんですけども、で、このペットボトルの横に、まあ、匂いが出るようにね、穴を開けて、これをちょっと土に埋めてるんですけどね。これ2種類の方法で、ところどころに点々とつけています。こういう感じで。で、今ですね、この防護柵してるんですけども、あと下をこういう、留め金でね、留めてるんですよ。ただこれだとですね、多分ね、これ、こう、
上に上げて、下から入ってしまうというね、そういうことをイノシシはするようなんですよね。近所の地元の農家の方もそうやって入られたというね、ことを聞きました。下から潜って入ってきちゃうぞっていうことで。それで私もですね、ちょっと今日考えた方法があるので、後でご紹介いたします。はい、こちらの長芋畑にもね、防護柵してます。で、こっちはですね、この下に、こういう、まあ、棒を横に這わせて、ネットの下を押さえてるんですよ。一応ね、こういう方法を使ったりもしています。で、留め金でしっかり留めてるんですけども、これある程度ね、引っ張っても上がんないんですよ。結構ね、力がいるんですけども。まあ、こんなもんじゃね、イノシシはね、取ってしまうんじゃないかと思ってはいますけどもね。まあ、こういう方法もこちらでは使ってます。今、こうなってますけどね、これも音と光を出す装置です。まあ、太陽光の発電で。これ、地面にね、埋めてもいいんですけど、ちょっと少し高さのあるように、下にこう支柱をね、刺してその上に縛ってるんですけども、これはあの二方向で感知して、音を出したり光を出したりするという商品です。まあこっちもね、ずっと先ほどの匂いのグッズも、ところどころに設置しております。もう一つこれもそうです。これもね、はい、夜になると光を、結構明るい光が出るんですけども、あと音も、感知して、これはあの昼間は音は出ません。完全に夜間モードになってます。こういうやつもあるんですね。それではちょっとネットフェンスの対策をご紹介したいと思いますので。はい、それでは、このネットフェンスの、もう一つ、防護策としてですね、やってみたい方法があるのでご紹介します。実はここにですね、有刺鉄線用意してます。有刺鉄線をね。これを、このネットの下の部分に、張っていこうと、通していこうと思ってます。どうしてかっていうとですね、つい最近ですね、やっぱりこういうネットを張って、まあ下は止めてなかったのかな。うん。そしたら下からやっぱり掘られて入られたという人がいまして、で、その人が、まあ有刺鉄線でね、次、下を通したんですって、有刺鉄線をね。したらまたイノシシは来たようです。ただその有刺鉄線があるおかげでね、来て掘ろうとしたところで、まあ足跡がね、もうそこで止まって逃げたようなんですよ。多分有刺鉄線がイノシシの鼻に刺さって痛いっていうことで逃げちゃったんじゃないかっていうふうに教えてくれました。ですので私もこの有刺鉄線をぐるっとこの下あたりにね、回していこうと思っているわけです。で、この手袋ね、革の手袋これ。こういう手袋をつけてですね、やってみます。下を鼻で掘るらしくて、それでこれが突き刺さればね、鼻に、すれば痛いっていうことで、イノシシが逃げていくっていうふうに私もそう思うんで、やってみます。まずね、ここね、止めていきます。少し上に浮かせて張っていこうと思ってます。はい、今、一番端っこ止めたので、これから、これを這わせていきたいと思います。ところどころにある柱のところにね、この結束バンドで止めていきます。
はい、一応これ全体有刺鉄線一回りしておきました。本体なら2段でね、巻いておくといいかもしれないんですけど、一応このぐらいのところにですね1段で巻いておきました。この支柱のあるところでね止めております。あとは結構ね、ブラブラさせておいて、まあ、イノシシがね、こう、鼻でこう、持ち上げようとした時にこれ当たればね、痛いって言ってね、逃げていただければ、ありがたいんですけどもね。はい、一応こういうふうに、回しておきました。有刺鉄線。はい、ちょっと効果がね、これあるかなとは思うんですけども。あとはですね、電気柵っていうのがあるみたいなんですよ。で、電気柵はちょっとお金がね、かかっちゃうもんで、ちょっともう費用がないもんですから、ちょっと安上がりにこの有刺鉄線でやってみましたけども、あとこういう匂いのね、撃退、グッズでございますけども、はい、こうやって一周ぐるーっと回しておきました。この一周でもね、100メートルはないもんで、80メートルぐらいだと思うんですけどね。一周ぐるーっとね。ああやってね、鳴るんですよ。まあ、人が近づいてくると昼間でも鳴っちゃうっていうね、グッズですけども。はい、一周ぐるーっと回しておきました。今のところ植えてから1週間ちょっと経ちますけども、特に被害はございません。まだね、芽の方が伸びてきて出てきておりません。そのうち芽がね、飛び出てきて葉っぱが生い茂ってくれば一段落すると思うんですけども、10月の下旬ぐらいからですかね、収穫が始まります。長芋の収穫が始まってから、12月の上旬までの雪が積もるまで収穫が続くんですけども、その間にもイノシシの被害が、あるかと思います。無事に全部掘り出して、置けるかどうか。はい。またその時にはですね、収穫の状況、イノシシの被害の状況、ご報告いたしますので、ご覧になってください。本日は、イノシシ対策の状況を紹介いたしました。あれ、このエリアで初めてのイノシシ被害が出ておっおります。もうこの道何年、何十年、30年、40年、50年やってる方々も初めてのことだと言っております。私はまあ始めてからまだ10年なんでね。まあもちろん初めて、イノシシのね、被害は初めてですけども。熊はもう結構来ます。足跡は結構あるんですよ。ただ芋までね、掘って食べたりはしないんで、熊はまた全然違うんですよね。はい。なので、農作物的には、うち、このエリアでは、熊の農作物の被害はほとんどありません。以上、イノシシ対策のご紹介でした。引き続き、画像寺畑仕事、YouTube チャンネル、ご覧になってください。ご視聴ありがとうございました。